はい、皆さんこんにちは、ODS の堀です。はい、今日はボキボキ生態の重要性と危険性についてお話をさせてもらいます。ね、昔僕アメリカから帰ってきたボキボキ生態だけだったんですけど、世の中の風潮というか流行でもうボキボキ生態やらなくなったんです。ね、いろいろアメリカのカイロプラクター DC とかが頸椎矯正して半身不随になったモデルさんとかそういうのが出てきて、なんか力でこう矯正することが悪いみたいな、もうみんなどん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 、もう元々はカイロプラクターのボキボキ整体というかアジャスメントね、背骨を矯正することによって神経の伝達を良くするっていうような人たちが、なんかもういつの間にかね、こう軽くさるなオステオパシー的なね、クラニオサークラムとかそっちの方にみんな流れていって、僕もその流行でそちらの方に流れていって、最終的にはまあ何年か前はもう体を触らずに治しましょうっていうのになったんですけど、でも患者さんをずっと見ていると、若い人はちょっと体をひねるだけボキボキって言うじゃないですか、若い人ね。でも70以上とか、まあ、80ぐらいの人はもう関節が全く動かないです。関節が動かないっていう、関節が動かないイコール、うわそれ老化だっていうことに気づいたんですよ。で、僕らも腰をこうやってひねったりすると、若い時には若い20代ボキボキってなって、今もう言わないですからね。関節、背骨の関節、椎間板がもう石灰化してるということ、頚椎症とか椎間潰れますよね。やっぱりそれを防ぐため、老化を防ぐためには40代ぐらいから絶対こうボキボキ矯正が必要だっていうことに気づいてきたんですよ。で、関節が動かなくなると脳髄液の循環も悪くなって、アルツハイマーとかになりやすくなって、本当老化が進みます。でも70歳75歳で、まあ運動してる人ね、結構卓球やったりとか筋トレやったりしてる人は動くんですよ。普通に矯正しても、軽く矯正しても、もう若者みたいにポキポキ動くという。だからまあ運動してない人とかは、まあ整体とかカイロとかで定期的にやっぱりねポキポキ言わしてもらった方がいいんですよね。それに気づいて、もう最近 2,3 年もめちゃくちゃボキボキ整体で、アジャストメントと整体の違いっていうのは、アジャストメントはもうセグメント的に一箇所だけ、第一頚椎だけとかね、第一胸椎だけとか、骨盤第五、腰椎だけとか、それを一瞬ポキッ、でもそれ関係ない、全部つながってますから、別に第一頚椎矯正しながら、だいたいまあ、例えば左の第一頚椎が固まっているとすると、第一頚椎だけじゃないです、 1,2,3,4,5 ぐらい全部硬いですからね。これで矯正することによって 1,2,3,4,5 全部動いてもいいみたいな、昔はドクターオブカイロプラクターということでセグメンタル的に一つだけポキッて寄せるのがかっこいいと思って、今も関係ない、いや本当動かさないといけないっていうこと、もう連動して第一頚椎を矯正して、もうもしや可能なら第五腰椎まで動かしたいっていうふうに最近思うようになりました。でも最近 YouTube でめっちゃ流行ってるのがボキボキ整体ね、なんか羨ましいぐらいの視聴率高いですよねそれで僕のところにも、僕も YouTube でボキボキ整体を上げてるんですけど、ネガティブコメントに音が小さい、何それみたいな、別に音が大きいとか小さいじゃない、関節が動けばいいんですよ。で、ボキボキ整体の人たちはちゃんとマイク仕込んでますからねそれと面白いんです、みんな若い人ばかりね、20代30代40代ぐらい、まあ、もうちょっとひねったらボキボキっていう人、うちの若いスタッフとかもちょっと触っただけでボキボキ、わ何それみたいな、でそれを勘違いして治療家の方たちが若い人じゃなくても70代と60代70代にして同じようなことをやろうと思ったら骨折になりますからね、
それ絶対気をつけてくださいね。あの石灰化ガス圏骨棘っていうのがこう骨と骨のように骨と骨がつながってしまったりとか椎間板潰れてる人にボキボキしたらもうそれ骨折になってもしかしたら神経に損傷を及ぼすかもしれない。であのまあボキボキ整体の YouTuber の方たちはもう分かってやってるね。でそれで、まあ、月100万売り上げたらもう全然いいじゃないですか。なんか若い人もう安全な人を集めて、ボキボキそれ綺麗なお姉ちゃん短パンタンクトップだったらねそれで100万集まったらもう本業しなくていいですからね、はい、だからそういうふうにあの音じゃないんですよね。動いたか動いてないかそれともちゃんと矯正されたかどうかが重要であってそれを真似して、60代以上の人に同じようなことをしようとしてもどんなに技術が高い人も骨と骨がくっついてるんで動くはずがない。僕もちゃんと選んでボキボキ整体やってます。で例えば75歳ぐらいのまあ75歳とか80歳ぐらいの人でも、ちゃんと検査して左右検査しますよね。ちゃんと可動域検査してまあ胸椎は割と安全なんでまずは胸椎が動くようになってからそれから頸椎を矯正するようにしてます、はい。で別にボキッとならなくてもいいけどあの可動域、パッシブレンジオブモーションかあの受動的な矯正ですよね。でアクティブレンジオブモーションというのは自分で回すか、パッシブというのはこう首を回した時にちょっと手伝ってくる。まあこれでボキボキ言わなくてもいいです。これから始めます。だからちゃんと人を選んであのちゃんとあの矯正をする前のリハビリをしてからその人に合った、ボキボキ整体をしてあげないともう危険なんでちゃんとあの患者さんをちゃんと検査してまずは検査ね。それと、ボキボキ整体で良くないのはまあ、例えば第一頸椎を矯正するとしますよね。第一頸椎を矯正するときに右第一頸椎ボキ左ボキそしたら何の意味があるのみたいな感じじゃないですか。こういうふうに歪んでる人だったら第一頸椎、左の方が前方に行ってるから、まあ、右の第一頸椎をこうすると矯正になりますけど左やって右やったら何の矯正もなってないというね。はい。で僕が絶対ボキボキ整体をやらない人というのは左右に全く動かない人はやらないです、はい。だからあのボキボキ整体をする前にはちゃんと検査をしてくださいね。唯一左右矯正していいところは後頭骨と、骨盤腸骨骨盤ですね。それはこう AS とか PI とかあるんでこれ AS の人を矯正とこの方向この方向で後頭骨左右動いてない人が多いんでまあこう歪みではなくて動くようにすることによって全体が動くようになるんで左右同じ方向に矯正するときには後頭骨か、骨盤だけですね。はい。だから皆さんボキボキ整体あ最近流行ってるのがなんか食べるものの音クチクチクチとかガチガチガチとかそういうの YouTube で流行ってるみたいなんですね。それと同じようにあの背骨のボキボキ音を楽しまれる方が多いようですけど音は治療とは全く関係ないんでそんな音を求めないようにした方がいい。まあまあ癒しでねまあそれはそれでビジネスその人たちのビジネスなんであんまり文句は言えないですけどまあ安全な人を選ばれて若いね女の人綺麗な女の人選ばれるんで文句はないんですけど結構ご年配になったらご年配の人を治療するときにはちゃんと検査をしてやってはいい人いけない人を判別してされるといいと思います。はい。皆さんボキボキ整体重要ですけど気をつけてください。ホーディエスの堀でした。